実業の日本社、実業の日本4月1日特大号より、山岡孫吉山岡孫吉3月22日から1962年3月8日は、日本の実業家で、世界初の小型ディーゼルエンジンを開発した、ヤンマー創業者。産業用エンジンメーカー大手のヤンマー創業者。1888年滋賀県出身。尋常。 高等科卒業後1903年3円60銭を手に持ち方向に入れ、1905年大阪ガス工事妊婦として仕事をしていた時にガスエンジンに出会い、技術を学ぶ。1906年独立し、1912年中古ガスエンジンブローカー業を開業し、1921年農業用小型石油エンジンメーカーとなり、ヤンマーを商標として用いた。 1932年欧米視察にでドイツで開かれたメッセでディーゼルエンジンに出会い小型ディーゼルエンジン開発を決意した。1933年世界初のディーゼルエンジン小型化に成功した。1951年第1回ランジュ法賞を受賞し、1955年ドイツ発明協会金杯、1957年ドイツ大 功労十字章などを受賞している。1961年大阪市北区茶屋町にヤンマー本社ビルを竣工させた後の1962年3月8日死去した。幼少時、山岡孫吉は、1888年3月22日、滋賀県以下郡東安平村に生まれた。二丹歩の伝磁を耕す山岡中座ブロと妻国の 間に生まれた七人兄弟の四男三女の六番目、祖父、孫像の一児を取り、孫吉と命名された。1894年厚寺小学校に入学し、1898年義務、教育課程修了後も、どうしても勉学を続けたいとの孫吉の希望を聞き入れ、決して楽ではない家計の中、北隣の小堀村の小学校補修課に進級させた。 翌年7号村に高等科が新設されると、同校の2学年に編入し1900年同校等科を卒業した。卒業後父の手伝いをし2年が立ちきゅたちが、高校などで村を出ていく中、孫吉も村を出たい気持ちが強くなり、当時募集されていたアメリカへの移民に興味を持つが、保証金180円を用意できるはずもなく、かつ未成年であることから、 両親の承諾を得られず、移民の夢は無惨した。翌1903年正月、村を出たい気持ちは、ますます強くなり、ついに方向に出たい胸を母に告げ、父不在中を見計らい母よりもらった、米一票を現金化した3円60銭を手に、母に1万円貯めると約束して、柳氷一つを背負って、大阪で働く長兄英太郎を頼りに家を出た。大阪大阪では、 最初に、天満のメリアス屋に方向に入るが3日で飛び出し、次に、写真の台紙屋に1年半住み込みデッチとなったが、病にかかりやめ、しばらく長慶宅の2階で静養していた。少し私にと釣りに通うと、大阪ガス社員の人と仲良くなりその人を介して1905年工事妊婦として採用されることになった。大阪ガスの工事で初めてエンジンと出会った。 ガスエンジンであったが、エンジンの取り扱いを任されるようになった。ガス工事に慣れたところ、大阪ガスにゴム管を収めている会社に立ち寄ったところ表面が、ひび割れ大阪ガスから引き取りを断られたゴム管が大量にあり、販売を頼まれ工事仲間と共に、かつての工事先を回り、販売をし、結果的によく売れしまいには、在庫すべてを引き受けた。この経験から1万円貯めるには、 商売を行うしかないと決意した。1906年ガス缶で人儲けしたことから、大阪ガスを退社し、翌年20歳になる年に、兄の家もで自分で長屋を借り、たまにガス工事を請け負いつつ、ゴム缶ガスキング販売で独立し、1年で1000円近く、稼ぐことができた。郷里から妹を呼び寄せたところ、長兄も子供一人を残して、兄嫁が亡くなったため、 孫吉の家で一緒に暮らし仕事も共にすることになった。徐々に中古エンジンの修理、販売が仕事の多くを占めるようになり、1912年25歳になる年に大阪市北茶屋町に70坪の土地を借り、公員も7から8人雇い、山岡発動機工作所という修理工場を開いた。この間、独立して仕事を起こしたことから、兵役も免除された。 この頃大阪では水力発電所が建設され、ガス発電、ガスエンジンから電気モーターの時代に変わりつつあり、いくつかのガスエンジン関連会社が倒産したり、不要となったガスエンジンが市場に安く出回ったりしていた。孫吉基地は、これを後期と捉え動力用電気送電が行われていない地域やガス会社もない地域に目をつけ、 市中の中古ガスエンジンを安く手に入れ修理し、新品同様に直したり、吸入式、ガスエンジンに改造したりして、電気送電がないところには、ガスエンジンを、ガス会社自体がないところには、吸入式、ガスエンジンを販売し、大儲けをすることができた。第一次世界大戦が勃発すると、さらに、ガスエンジンの需要は増し、大戦が終結した九百十八年十一歳の、 時に、孫吉は1万円どころか30万円以上の利益を上げていた。大戦終結後、不況となり、ガスエンジンも全く売れなくなったことから、一旦商売にけじめをつけ、故郷へ帰ることとした。この間孫吉は、1915年28歳の時に、近所の薬屋の娘の世話で、土井吉野をめ取り、赤ん坊の長男がいた。 家族で3ヶ月ほど故郷で遊び、その後大阪に戻ったが、仕事は回転休業の状態が続いた。エンジンメーカーへ、今まで行ってきたエンジンを修理して販売する、ブローカー商売に限界を感じた孫吉は、大阪ガス工事妊婦時代の仲間が、丸亀で、ガスエンジンを石油エンジンに改良し、モミスリウス用動力機として販売していたことから、丸亀に機械と、 仕事ぶりを見学しに行った。また、その帰りに、岡山県に立ち寄り、小島農場で使われている水揚げ用の動力ポンプを見学した。孫吉は、石油エンジンを使って、特定の目的に用いる機械を作ることに興味を持つようになった。1920年早速、羊の毛刈りに使う軽い石油エンジンを購入し、3。 一ヶ月かけて農業用三馬力石油エンジンの試作品を作り、1921年、この横形石油発動機に対してヤンマーという商標を付けた。農業用エンジンとしては我が国初のものであり、ここに従業員12名程度の小さなエンジンメーカーが誕生した。幼い頃、父の農作業を手伝い、今年はたくさんトンボが飛んでいる。 きっと豊作屋で、といった言葉から、最初トンボを商標として、用いようとしたが、静岡の醤油機械会社から商標権侵害と、訴えられたため、トンボの親玉で、山岡にもつながる、山間にしようということになった。もみすり用として、故郷の厚地や長浜駅前で実演を行い、大変な評判を得て、生産が販売に追いつかないほどの盛況となった。 1922年東京忍ばず池で開かれた平和博覧会に動力もみすり、動力精米機、水揚げポンプを出品し、いずれも大きな反響を得ることができた。1925年漁船用石油発動機を開発し、販売を開始した。国内景気は悪化の一途であったが、農業、漁業用、エンジンともにすこぶる順調に売り上げを上げた。ところが、 石油エンジンの爆発事故が起きたり、また、1929年東京支店長が勝手に、関東大震災後の需要を見込み氷菓子から資金を調達し砂利運搬用の大型トラックを15台も購入したため、氷菓子から支店、本社、本宅まで競売にかけられてしまい、会社だけは守るべく、急遽個人会社を株式会社に改祖した。ディーゼルエンジン1932年2月、 3月ドイツにつき、ライプツ比で開催されているメッセにおいて開発者である、ルドルフ・ディーゼルを技術者として抱えるディーゼルエンジンメーカーマン社の映画を見、マン社のディーゼルエンジンの優秀さに取り憑かれてしまった。日本国内でもディーゼルエンジンは1919 19年から1920年頃、船舶用大型エンジンが国産され、小型エンジン開発競争が行われたがすべて失敗していた。 ドイツにおいても小型エンジンはまだ開発されていなかった。7月に本帰ると早速、小型ディーゼルエンジン開発に取り掛かり、9月末4、サイクル3馬力ディーゼルエンジン試作機が完成した。しかしエンジンは回るが、不完全燃焼により、黒煙を吐きまくり完全な失敗に終わった。国内の大型ディーゼルエンジンメーカー技術者を採用したが一向に、目処が立たず、 一年かけても完成できなかったことから開発にかかった社員全員を呼び私のようなものが世界で最小のディーゼルエンジンを作ろうとしたのが間違っていた。一度諦める。皆には一人200円を渡すので一度温泉に行って疲れを癒してきてくれと語った。ところが社員全員に休むどころか逆に精を出し一層研究開発に没頭していった。 この努力の結果、昭和8年12月23日へ一つ出さず3馬力のディーゼルエンジンが会長に回った。昭和天皇に皇太子が誕生された同じ日に、世界で初めて小型ディーゼルエンジンが生まれた。ディーゼルエンジンを本格的に生産するためには、現在の工場では手狭なため、兵庫県川辺郡小田村に2万坪の土地を購入し、工場建設に取り掛かったところ、 必要な資金の調達が難重してしまった。昔から付き合いがある鹿島銀行頭取から日本工業銀行に頼んでみることを勧められ、同行神戸支店を訪問したところ、厳しい審査から最初は話が上手すぎるとしていたが、審査10日目にあなたの話に嘘がないことが分かった。他行の手前120万円としておくが必要なら300万円でも500万円でも、 融通する。との回答が得られ、無事工場を竣工させることができた。1937年六甲橋事件が勃発し、日中戦争に突入から1941年、太平洋戦争へと続く戦乱の時代に入り、海軍管理工場の指定を受け、上陸集低用エンジン等として、ディーゼルエンジンに大量発注が入ったことから昭和17年、長浜工場を新設した。 終戦後1945年、終戦時本社工場の90%、天川崎工場の70%が消失し、まともに稼働できるのは長浜工場だけとなっていた。戦後、本社工場、天川崎工場の建て直しを図るとともに、長浜工場で農業用エンジンの生産を開始し、売れ残った船舶用エンジンは映画館等の発電用として販売した。 この頃旧海軍の優秀なディーゼルエンジン技術スタッフが入社し、1946年には新型の船舶用ディーゼルエンジンを発表した。また、東京大学宇宙船研究所に自動発定式の自家発電用大型ディーゼルエンジンを納入し、世間の一部からあった百姓エンジン屋との風評を一新した。1949年滋賀県伊家郡西社在村に、 小型ディーゼルの燃料ポンプ部品、長原農村精密工場を、1951年、伊加郡木の元町赤道に、緊急農家救済を目的にした、赤道農村家庭工場を立ち上げ戦後の農村再生に協力を行った。地方への貢献等も認められ、この年、第1回、乱受報賞を受賞した。1953年、2度目の視察の旅に出て、 満社を訪問した。そこでディーゼル博士には墓も記念碑もないことを知り、ディーゼル博士検証のための準備を始めた。ドイツの発明家が外国人により記念検証されることは初めての出来事とのことで、ディーゼル博士を検証しようとする動きはドイツ国内でも大反響を呼んだ。また、ドイツの研究者から孫基の小型ディーゼルエンジン開発の校が検伝され、 孫吉に対して1955年4月、ドイツ人以外で初めて、ドイツ発明協会より金牌が送られ、1956年5月には、ミュンヘンのドイツ大博物館より名誉理事に推薦され、1957年4月には、ドイツ政府より、王十字功労勲章受賞の名誉に良くした。ディーゼル博士検証事業は、博士が少年期を過ごしたバイエルン州アウクスブルク市、 ビッテルバッハ公園に、1957年秋、ディーゼル博士生誕100年ディーゼルエンジン開発60年を前に記念石庭園を寄贈した。記念石庭園寄贈後、社名をヤンマーディーゼルに変更した。1959年、ヤンボー、マーボー天気予報をテレビで開始し、1960年、滋賀県伊賀郡高月町に、 大森農村精密工場を開設。1961年大阪市、北区茶屋町にヤンマー本社ビルを竣工させた後の1962年3月8日、山岡孫吉は社長職のまま73歳で死去した。ありがとうございます。